甲州柱は中華民国の政治家、元中国国民党主席、中国国民党副主席、立法院副委員長。その発言から、小唐らしの異名を持つ。2015年7月19日、国民党の第19回全国代表大会にて2016年、中華民国総統選挙の同等公認候補者として選出された。しかし、両関係について、 現任の場永久総統が主張していた一中核票から、さらに両岸統一に踏み込んだ一中道票を主張したことが党内外で大きな波紋を呼んだ。事態を重く見た国民党は同年10月17日、広市の立候補資格を廃止し、候補者を党首の首立林に交代したが、巻き返しはできず、総統選、立法院選の両方で大敗した。 2016年1月16日、主達友が選挙での大敗の責任を取る形で、党主席を辞任し、3月26日、公衆柱が国民党主席に当選した。同年11月1日、中国共産党中央委員会総書記の習近平と会談して、中大平和協定を検討することで一致した。2016年9月、国民党の支持基盤である。 軍公協が行った年金改革反対の大規模デモに参加した。この際、デモを後押ししていた年金改革に関するデマが微信や中華人民共和国のサイトから発信されていたことから中国共産党の情報操作疑惑があった。2019年12月25日民進党が通過を目指す境外勢力影響透明法案について境外勢力とは 何なのか。アメリカも日本も、香港のめちゃくちゃな、鬼子イも選挙に介入していると批判した。2021年5月、台湾で、新型コロナウイルス感染症の市中感染が広がり、COVID-19 ワクチンが不足する状況に陥り、これに対して、公衆柱はビデオメッセージを発し、東日本大震災の際に台湾は日本に200億円。 以上の義援金を送った。民進党、蔡英文政権は今の対日関係は史上空前の良好と胸を張るが、それならなぜ日本は台湾に何の助けの手も差し伸べないのかと言い放った。ありがとうございます。